はい、こんにちは、愛嬌です。今日はですね、インナープロテクターの紹介をしてみたいというふうに思うんですけれども、元メガネさんの取材で、インナープロテクター今回は各社さんからお借りしています。今着てるこのインナープロテクターは実は僕の私物で、ノックスのアーバンプロという製品になるんですけれども、まあ、インナープロテクターは1着持ってると外にアパレル用品メーカーさんのジャケットとかを着ても、まあ、防御力を確保できるっていうのが一番大きなメリットなんじゃないかなというふうに思います。まあ、バイクに乗り始めるとまず必ずヘルメットは必要になりますし、グローブも必要になる。さらにできればライディング用のシューズは用意してほしいなっていうのがあるので、どうしても用品を買うのにお金がかかりがちなんですよね。で、まあ、さらに、春夏用、秋冬用とか、あと3シーズン用とか、それぞれこうジャケットを用意すると結構高額になってしまうので、まあ、まずは1着こういうインナープロテクターを買ってもらって、で外側に、今まで使っていたようなアパレルメーカーさんのジャケットを着てもらえれば安全面は大丈夫なんじゃないかなというふうに思います。で今回は、基本的に、まあ、がっつりねインナープロテクターとかでも、もうハードタイプのこうごっついこうなんか北斗の拳みたいなこうすごいガチガチのプロテクターが入っている製品とかもあるんですけど、まあアパレルメーカーさんのジャケットを上に着た時にあんまり邪魔にならないような、あんまガサバらないようなものを、このアーバンプロの他にも3つ選んでみました。後でね実際に自分が着た写真とかもあげますので、それをちょっと見てもらえればいいかなというふうに思うんですけれども、とにかくまずはですねこの4着を紹介させていただきたいなというふうに思います。はい、ではまず1着目です。まあ先ほども紹介したようにですね、僕の私物です。他のちょっとジャケットに比べるとやや使用感が出てるかもしれません。ノックスのアーバンプロという製品になるんですけれども、まあ、日本だとジャペックスさんが輸入しているヨーロッパのメーカーさんの製品になります。で最大の特徴はですね、マイクロロックっていう技術を使ったプロテクターが採用されていて、まあ、普段はね結構曲げても全然焦がしやすいような素材なんですけど、これね触ってみるとちょっとプニプニしてるんですよ。でこんなんで大丈夫なのかなと思うんですけど、これね衝撃がガッて加わった時にガチって固まるタイプの素材らしいです。すごいっすよね。でね結構こう素材自体はメッシュになってるところが多いので、夏場とかもこれ1枚で使えるんじゃないかなというふうに思います。でインナープロテクターにしては珍しく、もうこの胸の部分にポケットがあるっていうのも個人的にはポイント高いかなと思うんですよね。高速道路の料金所のチケットとかねスッと入れられるし、あとねこれ変わってるのが背中の部分にサイクルジャージみたいにね結構大きめのポケットがついてるんですよ。これ多分、まあ、地図とかも入っちゃうぐらいのポケットになるんですけども、これが結構使い勝手がいいなと個人的には思いますね。はい。で今回は M サイズというか、もう私物なんで M サイズで M、L、XL あったはずなんですけれども、普段は一般的なアパレルメーカーの製品は S サイズ使うんですけど、この製品は結構 M でぴったりです。はい。で、プロテクターは取り外し可能なので、洗濯するときはプロテクターを外して洗濯する形になります。はい、では2着目がこちらの櫛谷のインナーパッドジャケットという製品になります。これねまず色がね白なんですよ。まあ、黒もあるんですけど、インナーパッドジャケットっていうか、まあ、インナープロテクターって基本的に色はほぼ黒一択なんですよね。もう今回他にも2着ほど紹介しますけど、その製品も基本的に黒だけなんですよ。なんですけど、まあ、櫛谷さんに関しては黒と白が選べるようになってます。もう結構ね後でちょっと革ジャンの下に着た写真とかも紹介するんですけど、白映えるんですよね。なんで結構見た目とか気にする人っていうのは色の選択肢が増えるっていうのはいいのかなというふうに思います。で生地自体がめちゃくちゃストレッチします。このメッシュの部分と、まあ、普通の生地の部分とあるんですけど、どっちもね 2way のストレッチになっててめちゃくちゃ伸びるので動きにくさが皆無でね、プロテクターも結構ねハードタイプとソフトタイプの中間みたいな感じの弾力性のある素材が採用されていて、
これもすごい動かしやすいですね。うん、あ、ヨーロッパの CE 規格取ってるプロテクターって書いてあったんで、もう防御力はね全然素晴らしいんだと思うんですけど、動かしやすさはすごい動かしやすいです。で、クシタニの製品よくあるんですけど、ファクスターがこう斜めになるようになってて、この真ん中のところでねジャケットとガチって当たらないようにできてるんですよね。個人的にはこう斜めになってるファスナーとかもおしゃれに見えるんでいいのかなというふうに思います。で、プロテクター類は全部取り外し可能になっているので、洗濯するときは全部外して洗濯という形になります。はい、では3着目なんですけれども、今度はパワーエイジさんの肩肘胸脊椎サポーターという製品になります。これ、まあ4箇所をするサポーターになってるんですけど、この袖の部分からスパッとなくて胸だけバージョンとか胸脊椎だけバージョンという製品もあるそうです。まあ、色は黒一択という形になるんですけれども、これ特徴的なのはこのプロテクターの素材がポロンっていう素材が使われていて、結構この素材の中に気泡がこうバーってあってガンってぶつかった時にその気泡が潰れることで衝撃を吸収する素材ということなんですけれども、このね、気泡が潰れてもまた復元するそうです。なので理論的にはこう何回こうバーンってぶつかってもその衝撃吸収能力が落ちないっていうのが一番のセールスポイントらしいですね。でね、結構軽いですね。あのね、着た時にこれ本当に軽いなので、本当に動きやすいです。で、今回は L サイズをお借りしたんですけれども、 L サイズの、この製品を着ても外に着るジャケットが全然きつくならなかったので、これは本当に外に着るものを選ばないジャケットだなっていう風な感じがします。でね、結構ねこれ外側にプロテクターが縫い付けられてるんですよ。で、外せないの。基本的に結構プロテクターって内側に縫い付けられてて外せるものが多いんですけれども、これは外側に縫い付けられてて外せないんですよね。なので、洗うときどうするのって思ったんですけど、洗濯機はダメだそうです。ただ、手洗いは OK らしいんですよね。なので、まあ、夏場とかバーって来てって汗かいたらお風呂場に持ってってガシガシガシって手洗いしちゃえば OK っていうことらしいです。吸湿速乾素材なんでね、乾くのも早そうだし、夏場とか毎日着れるんじゃないですかね。そういう意味ではすごくいい製品じゃないかなというふうに思います。はい、最後はですね、コミネのアームドトップインナーウェアという製品になります。コミネはねやっぱり安い、さすがだなと思います。コミネね、これね胸まで入ってて今回最安値なんですよね。胸、肩、肘、背中入って全部入って今回最安値ですからね、さすがだなと思いますよね。でね、さらにこれね、この何て言うんですかね、鎖骨の前部分にパッドみたいのがついてるんですよ。僕のね試合でも結構いるんですけど、バイクでバーンって倒れちゃった時に鎖骨やっちゃう人結構いるんですよね。ここの部分にもねちょっとパッドみたいの入ってるのはすごい優しいなと思いますよね。で、結構ねプロテクター自体はこれもハードとソフトの中間ぐらいの素材感なんですけど、動きにくさは全然なくて、これは使い勝手がすごくいいですね。で、この後最後ちょこっとだけ紹介しますけど、コミネはさらにこれがね全部こうハードバージョンの結構ごっついプロテクターも用意してるんですよ。で、それもね安い、差額があんまりなくて、あの値段はすごいなと本当思うんですけれども、これはね中に来た時に結構邪魔にならないっていうメリットがあるんですよ。なので差額は少ないと安全性が高い方の方がいいなっていうのも間違いじゃないんですけど、アウターを選ばないっていう面ではこっちの方が結構便利っていうのはあるかもしれないですね。で、これも、基本的にプロテクターは全部脱着できるようになっているので、洗うときは全部外して洗濯という形になります。はい、では全て4着の方紹介しきりましたけれども、これがねさっきちょこっと言ってたコミネのハードプロテクターバージョンです。
すごいっすよ、全部ハードプロテクター入ってて、ここ鎖骨のところもねガードしてくれるようになってて、これで税込み 16,500 円ですよ。他のメーカー絶対真似できないですよね。さすが安全のコミネっていう感じがします。はい、でね、今回紹介した4着の中でも、例えばクシタニとあと、ノックスの製品は個人的にはですよ、あの夏場とか結構使い勝手がいいのかなというふうに思います。メッシュジャケットの代わりとかにもねなるんじゃないかなと思うんですよ。で、ね、パワーエイジの製品はものすごい下に着やすい。 L サイズであのサイズ感だと大抵のアパレルメーカーさんのジャケット上から羽織っても邪魔にならないと思う。でコミネはね、やっぱ価格と安全性、これが抜群だなと思うんですよね。なので何を重視するかで選び方はちょっと変わってくるかと思うんですけども、4着ともものすごい使い勝手は良かったです。でね、何よりも安全性を重視したいっていう方だったらこれ、もうこれ間違いない。もう完全に全部こうハードプロテクター入ってて動きやすさも変える感じです。ただね、これねちょっと試着してみたんだけど、外側に着るジャケットはワンサイズ上じゃないと多分ちょっと着れないですね。そこがちょっとデメリットかなというふうに思います。まあ、今回の動画では主に、まあ、ちょっとアパレルメーカーのね普段使ってるジャケットを上から着るのに便利なものってことで4着紹介したんですけれども、まあ、ワンサイズ上のものをお持ちであればこのコミネのジャケットが間違いないなというふうに思います。はい、なので今回ちょっと4着プラス1着紹介してみましたけれども、インナージャケット1着試してみてはいかがでしょうか。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。